バンドマンレポーターに変わったんだ。バンドマンレポーターになりました。ゆうきゃんです。よろしくお願いします。今日お邪魔させていただいているのがこちら。ピコリノスさんにお邪魔しております。ピコリノスさんってあのセンター街の、神戸三宮のセンター街の中にあるんですけども、ずっと気になってたけど、なかなか奥まで怖くて入れなかったっていうことがあるので、せっかくなので今入っていこうかなと思います。こんな感じで見てください。川のめっちゃ綺麗な靴がたくさん置いてあるんですけども、めっちゃ可愛くない？萌え的にどれが推し？私のおすすめ、可愛い、萌えこれが超好きらしいです。そんな感じでピコリノスさんにお邪魔しているんですけども、すいません、お邪魔します。ピコリノスさんってどういったショップなんですか？はい、もともとスペインのブランドなんですけれども、あのとにかくその3本の柱がコンセプトとしてあって、はい、とにかくその履きやすさを追求しているというところと、うん、あとはあの、まあ、自社で革工場も持ってますので、あの本当にオリジナルのレザーですね、風合いのあるレザーっていうか、はい、あとはあの職人のハンドステッチであったりとか、あの手作業を施している部分があるので、はいはいはい、そういったこうぬくもりですとか遊びを持ったデザインが多いですね。手作業だからこそ出る温かみがあるということで、うん、そうですね、すごい、はい、で新作のすごいおすすめの商品があるので、はい、こっちの方に、はい、かわいい、こちらです。リースはこのなんて言うんでしょう、この一つ一つの柄っていうんですか？そうですね、柄、うん、でも色のお使い方もすごい上手なブランドで、ね、あとは本当に履きやすいので、ぜひ皆さんにお試しいただきたいなと。もうちょっとね、お金が貯まったら欲しいなっていう、はい、すごい可愛いレディースグッズがたくさん置いてあるので、ぜひピコリノスさんに遊びに来てください。ありがとうございました。バイバイ。